T-34 メンターアメリカ空軍の T-34AT-34 メンターは第二次世界大戦後にアメリカ合衆国の航空機メーカービーチアクラフト社が開発した単発レシプロ練習機である世界20カ国以上に採用されたメンターとは良き助言者優れた指導者の意極技飛行機として使用される t-34 良好な操縦性と安定性、そして荒い仕様にも耐える頑丈さから、傑作練習機との評価が高く、初飛行から50年以上を経た現在でも、練習用として使用されている。アメリカでは民間に払い下げられた機体が、極技飛行機として、多数使用されている。ビーチクラフト社のヒット作である、民間機ボナンザをベースに開発され、エンジンに、 コンチネンタル製をマイナス470から13を、搭載ボナンザの特徴的な V 字尾翼は、通常の単尾翼形式に、4人乗りのキャビンは、タンデム副座の操縦席に変更された。モデル45メンターとして1948年12月2日に、初飛行した。1953年に、アメリカ空軍の初等練習機として採用され、 t-34a の正式名称が与えられた。その後、アメリカ海軍でエンジンを換装したモデルを t-34b として採用した。輸出も広く行われ、カナダ、アルゼンチン、日本では、ライセンス生産も行われた。アメリカ空軍では1960年から全ジェット化訓練を導入したため退役し、アメリカ海軍でも1977年から、 工述する T-34C と交代した。エンジンをプラットホイットニーカナダ製 PT6A-25 ターボプロップエンジンに換装した T-34C ターボメンターは1973年9月21日に初飛行しアメリカ海軍向けに1990年まで製造された。ターボプロップエンジンへの換装により 性能が向上したほか、兵器訓練型の T-34C-1 では、主翼下に4箇所のハードポイントが設けられ、コイン機としての運用も可能だった。輸出も行われ、同時期に登場したターボプロップ練習機ピラタス、PC-7 にこそ及ばなかったものの多くの国に採用された。アメリカ海軍では、後継機である、 T-6 敵3-2との交代し、退役済みだが、海外では現在でも運用されている。また、1955年に T-34 のコンポーネントを流用して、作られた、ジェット練習機モデル73ジェットメンターは、アメリカ初の軽量ジェット練習機となったが、試作のみに終わっている。日本では独自の改良を加えた、派生系を現在に至るまで、 数多く製造している。1952年に保安庁が初等練習機を50機導入することとなり、富士重工業が生産ライセンスを取得した T-34A を採用した。翌1953年にまず20機がアメリカ軍から対応され、警備隊2 0機、保安隊2 0機が導入された後、富士によるライセンス生産によって30機が導入された。 さらに、1954年10月から1957年7月まで、ノックダウン生産で49機、ライセンス生産で75機の、計124機を生産し、発展発足した、航空自衛隊に、初風として採用された。そして翌1958年から1959年までは、戦時賠償として、フィリピン向け36機、 インドネシア向け一機を生産した。これらとは別に、独自にキャビンを改造した、多座席連絡機 LM-1 を生産し、陸上自衛隊へ納入した。続いて、海上自衛隊向けに、ケム -2 を製造し、以後、派生型は21世紀まで生産が続いている。また、富士はこのライセンス生産を通じて、アメリカ式の効率的な生産方法を学び、 官民問わず数多くの航空機の製造に携わっている。なお、警備隊の機体は航空自衛隊の所属となったため、航空自衛隊では、ケム -2 での教育が始まるまで、海上自衛隊の初等操縦訓練も行っていた。1964年には、パイロット要請が一段落し、数的余裕が生まれたため、少数の T-34A が、 陸上自衛隊と海上自衛隊へ移管され連絡機として使用された。また、空自の機体は1958年から1982年まで、救難捜索機としても使用されていた。T-34 の採用国。しかしその後、リスクの高さと経済性の悪さからやはり、レシプロ練習機が必要となり T-41、メスカレロを導入することとなった。 ありがとうございます。